はい、ということで、今回はね、はい、普通にアリーナもやってきたと思います。はい、久しぶりだったんですけど、まあ、普通にね、やりたいと思います。なんと、2週間ぐらい、アリーナを休んで、アリーナをもう全然やってなくて、なんとポイント、3275です。でもなんでこうなったんでしょうね、本当に。でもなんかね、今シーズンはね、アリーナを頑張る気がね、なくて、もうほとんどね、10人ぐらいでね、もう、クリエイティブでボックスとかしかやってないっすね、マジで。ガチでやってない。で、久しぶりのアリーナで、やっていってるので、クリエイトパークめっちゃ敵が来ると思うので、まあ普通にね、行ってみたいと思います。で、僕のアリーナってね、ほとんど死ぬ場面しかないので、で、勝ったらもう奇跡レベルです。1キルでも1キル。ここの家。はい、フリー。ここの家フリー。天才。ま、で、宝箱ないんだけど。こんなの下にない。いるよな。なあ。じゃあ知ってるよ。バレないかな。多分バレないな。わかんないけど、わかんないけど多分バレない。下降りてこい。シールドがないんだよ。死ぬ前からもう俺ハープーンが一発で死ぬ。あ、終わりました。バレました。あれ、待って、バレてないんだけど、すごくね。Surprise, motherfucker! おい、あいつ、こっち来いって。あっち行ったな。こっち行った。ということでね、まあさっきのはね、ただ単に俺の犬がゴミで当たってたら勝ってたんですけど、はい、ちょっとね、あれ、ヘッショ入れてればね、勝ててたのにな。そう、今で後悔をしております。でね、ちょっと、1キルできたから、一応いいんだけど、元を取れてないので、ちょっとね、納得合わないって。今回雪山かキャティーか悩んだんだけど、雪山なんだよ。雪山ってすごいの、宝箱とかが多いイメージがあるから。いるな、いるな、こいつ、こいつめっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる、えぐえぐ。水のように優しく、花のように激しく。
僕ね、アリーナね、アリーナソロめっちゃ苦手で、もうやるとしたら、アリーナ通るよ。一択、もう一択しかないの。一択しかないで、もう底降りなんだ。底降りして、どこ行くかっていうと、ここ。で、なんかアップデート来て、なんかここ紫のところ、ザ・コンバージェンズみたいなところが、まあ、追加されたんですけど、いまいちするんじゃなくて、なんか一回なんか新武器でね、エビのソフトがね、アクリルフッキーがね、エグいよ、怖い。ちょっと待って、タレント撮っといてもらうかな。お前さ、そうだ、これなんだ、俺は車乗れるようになっちゃった。マジで俺アリーナで1キルってね、マジで喜ぶよ。なぜかなぜか喜ぶ。はい、ディテールめっちゃ進んでる。落ち着けよな、なおな。おいお前さ、お前うっとり。水のように優しく、花のように激しく。